おはようございますいかがでしたかお風呂で鷲津さんも実は借金があったみたいなねまあでもある意味そのビハインドっていうか金銭的にマイナスであることって大きなモチベーションになるかもしれないですねでも金銭的にピンチじゃないのに先のことを考えてうんまだ実質的にはマイナスだなって感じれるのってのはほんとすごいセンスだと思いますよね、まあ、例えば給料を毎月毎月50万前後もらってるのに でも自分の生涯の消費金額ってのは3億5,000万ぐらいだなって青写真を引いた時に、まあ、せいぜい5億円ぐらいないと笑ってらんないぞと今日明日は不自由ないけどでも10年後はどうだ30年後はどうだっていうふうに、まあ、前倒しでね考えられることってすごい大したもんだと思うんですよね。で今日関東からそれから紀伊半島のまあ全域にかけてなんだかね結構震度5前後の地震があって。 うん、なんか騒然としてるところなんですけどもいよいよ南海トラフ来たかみたいなねこの同時に揺れるってのは結構なスローステップって言って地震の前触れなんですよね。で出るぞ出るぞって言いながらなかなか出ないそれがまあ災害であり天災であり地震なんですけども、うん、ただね先のことを考えて準備してるかなっていうことに目を向けると結局目を向けてないんですよねあの。私たちは阪神淡路大震災も経験して、うんその ね、地震の中で悲惨な状態それからいろんな方の尊い生命とか生活が奪われたことは十分認識してああ準備しとかないとな災害は忘れた頃にやってくるぞと思いながらじゃあ今度は東日本大震災準備してたかっていうとほとんどの方がやっぱり防災頭巾一つ持っっってていなかったってことだとだ思うんですよそして今度こそこれほど大きな地震があったわけだから原発の再稼働なりね うん、廃炉にするなりエネルギー政策なり私たち個人の暮らしなりいろいろ変えていかなくちゃっていう時にやっぱ変えないんですよね。まあ、せめてね地震速報の有料メルマガぐらい取っておいて誰もがあー察知しえないような危機管理をしておくとかそれから水や電力の備蓄をしておくとかいざとなったら携帯電話も基地局が破壊されて繋がらない可能性が多いですからね。 だからなんかこう家族と話し合っておくとか、うん、どんな時にでも財源を失わないようにそのインターネットで収入を得る仕組みを作っておくとかね様々あると思うんですよね私のすごく覚えてるところによるとどんな災害の時でもその投資の世界って生きてる動いてるんですよだから人が災害を受けたとかいろんな人がお亡くなりになったとか、えー、土地が陥没したとかねそんな時ですら じゃあお金はどう動くかなってことを考えてででもエントリーをすするる人っているわけですよね、まあ、そう考えておくと何も起きてない時だからこそ最大限の防御策が貼れると思いますし何かが起きてからじゃ遅いということも散々私たちは叩きつけられたわけですよね。で今日なんですけども実際今日ねその地震が一帯を襲って。 これれかからもっとと大ききな揺れが起きたりとか、まあ、時によっては高速道路が分断されたりとかね新幹線が止まったりとかするかもしれないその時に一番思うのは何かっていうと家族や身内の安全はどうかなってことですよねでも移動していなければとりあえず安否は確認できるしそれから出勤できなくても資産があったりそれから資産から生み出されるね なんか金銭的な利益があればとりあえず暮らしに困ることはないかなそれよりも食料や水の備蓄とかっていうのがきちんと済んでいればスーパーに殺到することもないですしまあだからできることって結構普段からあるんですよねじゃあやってなかったのは誰なんだってことなんですよ災害がいつ来るかわからないけど確実に来るそれはいつも考えてることだと思いますじゃあ雨が降る時のために傘を買ってるはずなんですよそれと同じレベルで 地震雷火事親父が来た時にどうするかってことをいつも備えてないといけないのかなという風うに今日も改めてね感じましたねあなたは備えができてますかそれでは行ってらっしゃい